完璧。ほう。はい、ということで私 M グランツゴルフ様に着きました。皆さん見てください、ついにダーキンシャフトが届きました。ワンフレックステクノロジーメイドインジャパンですね。そしてここにインパクトプラス D って書いてますけど、名前はダワキンインパクトプラス D っていうシャフトなんですけど、ここに DK マークもついてますから、カチャカチャをスリーブつけていただきたくて M グランツゴルフ様に来てみました。はい、 M グランツゴルフの三浦さんです。こんにちは。お待たせしております。数年前ここでダワージーグランプリでね、場所を提供していただいたんですけど、久しぶりに来ましたね。そうですね。はい、ということで三浦さん、ついに僕のシャフトができたので、はい、ここにちょっとスリーブをつけていただきたくて今日来たんですけど、はい、あとグリップもないので、はい、グリップも買います。あ、はい、グリップちょっと、グリップなんかおすすめあります？ダワキンシャフトに合いそうな、STM のグリップなんかいいんじゃないですか。おお、カチャカチャなんでバックラインなしがいいと思いますけど。あ、そうですか。じゃあこれ、はい、じゃあもうこれしますね。はい、夕方取りくるんで、はい、このグリップとカチャカチャつけていただいてよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。すいません、お願いします。はい、お預かりします。はい、皆さん出来上がりましたか。はい、出来上がりました。やったー、きゃー、これダワキンシャフト。はい、グリップも先ほど選んだのつけていただいて、ヘッドは一応仮ですけど、これは何ですかね。 QI10 です。 QI10 一応仮でつけていただいたんですね、はい、じゃあせっかく組んでいただいたので、ここで打たせていただいていいですか。はい、三浦さんも一緒に打っていただけたらと思います。はい、お願いします。お願いします。せっかくなんで、ここで取り扱ってるとあるメーカー様のシャフトか比較していこうかなと思うんで、某メーカーのとあるシャフトサンマーです。はい、3球ぐらいずつスカイトラックで計測していきますね。お、さあ、そのシャフトもいいシャフトなんですよね。はい、そうです。お、一発目でいきなり278ヤード。お、今のいい当たりなんじゃないですか。はい、どっちかっていうと捕まらない系のシャフトなんですかね。はい、そうですね。ちょっと捕まらなかったんですかね。うわー、ダフった。なるほど、いよいよダワキンシャフト初打ちですね、三浦さん。はい、そうです。さあ、ヘッドはちょっと違いますけどね、これは QI 点ですけど、お披露目。緊張する。振った感覚違います？はい、違います。お、捕まってる、やっぱり。おお、こう、すげえ。これは忖度なしですからね、皆さん。ヘッドスピード一緒ぐらいですか。はい、一緒ぐらいですね。282をいきなり記録。どうですか、走ります？そうですね、スピード感がすごいありますね。おお、あ、引っかかった。薄かったですか。はい、あ、それで、そうですね、それでも飛ぶ。はい、薄すぎました、チーピンでした。こういうのもチーピンするんですよ、このシャフト。だからいいんです、はい、こういうのも。うわ、完璧。どうですか。完璧だと思います。完璧。お、程よくやっぱ捕まってるわ。おお、今のところ負けてないですね。負けてないです。じゃあ僕、すごい走り感ありますね。僕が打ってみますね、本当に。はい、それでは私がとあるシャフトを打ってみたいと思います。人気シャフトらしいんで、きっといい結果が出るでしょう。ちょっとダフった気がした。あ、やっぱ捕まんない、このシャフト。なんで。ちょっと当たり悪かったですね、これね。はい、普通に振りやすいですけどね、これね。お、捕まってきた。これちょっと普通に振りやすいもんだ、これ。おお、さすが人気シャフト。いいんですよ、これぐらい飛んでもらった方が。
普通にいいと思うんですよ。おまっすぐですもん。このシャフトいいじゃないですか。左行きました。あ、左ですか。はい。あ、でも飛んでますね。さあ、これスピードが48ぐらいですかね。48ぐらいですね。はい、で同じようなスピードで今度はこの僕の自信作。こっちのが柔らかいからどうだろうな。あ、でも走りがすごい。はい。素振りした感じ。あ、今超トップです。超トップ。ほらほら。こういうのも計測してみましょう。はい。うん、走りすぎてトップしたわ。走り半歩でないですね、これ。自分で言うのもなんですけど。球低かったかなと。左行ってます。はあ。これちょっと待ってください。はい。僕、自信あるっすよ、これ。走るわこれ。いい球です。正直これもうものすごくいいけど、はい、僕のシャフトの走り感がすごすぎて、はい、3球じゃ僕対応できなかったです。走りすぎてトップした気がした。普通にいいな、このシャフト。あ、捕まっちゃった、これ、はい、お、あ、お、やばい、ここ捕まっちゃうわ。あ、確かに。でも飛んでると思う、これ、ほら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 。はい、ということで、皆さん、はい、今、何球かずつ打ってきましたけど、はい、走り感がすごかったっすね。そうですね、もうビュン、一瞬で来る感じですね。本当ビュンですね、はい、それでちょっと僕は逆に走りすぎて当たり悪いのもありましたけど、はい、なんか早く触れちゃうっていう。そうですね、なんか自分が思ってる以上にクラブがすぐ来ちゃう感じはすごいありますね。そうですね、もともとヘッドスピード40前後ぐらいの方をターゲットにして作ったシャフトなんですけど、はい、作っていく過程で分かったことが、ちょっと早いスピードでも全然対応できちゃうというシャフトに出来上がりました、はい、どうですかこれ三浦さん、いいですか。いや、いいですね。もうシャフトいっぱい打ってきてるから、はい、分かるじゃないですか。はい、いいですね。売れますね。売れますか。売れますね。え、ここでどうですか、取り扱ってもらえます。あ、いいんですか。取り扱いたいです。あ、いいですか。はい。あ、じゃあここでお墨付きをいただきましたので、はい、M グランツさんでも取り扱っていただくことが今決まりました。たまたま居合わせたお客様に急遽出ていただけることになりましたので、マイクラブ VS ダーキンシャフト、はい、めちゃくちゃいいシャフトらしいですね。そうですね、めちゃくちゃ飛ぶ仕様になってます。飛ぶヘッドに飛ぶシャフトがついてます。ああ、ヘッドも飛ぶんですね。飛びます。あ、じゃあちょっとそこに挑んでいきますね、はい、じゃあすいませんけど急に3球ぐらい打っていただけますか。はい、よろしくお願いします。普通通りで。おお、さすがマイクラブ。当たりがどうだ。あ、ちょっと右かな。おお、220越してきた。224。やっぱり打ち慣れてますね。ここに勝てないとダメだな。さあどうだ。おお飛んできたぞ。230。僕的には悲しいことに飛んできましたね。これ初めて手にしますけど、素振りしていただいてちょっと慣れた方がいいかもしれないですね。どうですか、ご自身のクラブと振った感触なんか違います？ちょっ
と分かんないです。分かんないですか。じゃあ打ちましょうね。ヘッド違うんでちょっとあれですけど、はい、ほっ、どうだ今の、捕まっちゃうかな。あ、いい球。お、いい球ですね。おおおおおおっと、このなんかやらせ感たっぷりの動画に仕上がってしまうけど、これやらせてないですからね。今のはどうだ、ちょっと右です、右かな、右。やばいやばい、基本は右に行かないはずなんですけど、ちょっとカットになっちゃったかな。うん、まあそうですね、はい、じゃあラスト一発。ほう、右だ。ああ、一発勝負ですとご自身のクラブを10ヤードオーバードライブということで、ここのショップで取り扱い決定しましたので、ご購入のご検討をよろしくお願いいたします。お願いしますという動画です。お願いします。ありがとうございました。急にありがとうございました。私これから他のもう一店舗のショップさんに営業に行ってきたいと思いますので、発売決まりましたらお願いしますね。はい、了解しました。私は行ってきます。いってらっしゃい。ほら、ほら、やっと。すごい。